はい、じゃあ行きますよ。はい、皆さんこんにちは。浦安の自転車店ビリーブの山越とタイレールのプロダクトマネージャー渋谷です。今日は、当店ビリーブで2日間タイレールさんとゴキソさんがお越しいただいてスペシャルデーを行いました。5月の4日、5日のね、一番いい時にすごい来ていただいてね。そうですね、本当にたくさんの方お越しいただいて本当にありがとうございました。おかげさまで全然昼飯も食いながらそんなことないですよ。まあ、ほどほどにありがたいです。ありがとうございます。はい、ね、はいはい、すごい有意義なね、2日間になりましたね。そうですね、すごい濃かったです、はい。そう、昨日ちょっとね、この2日間を終えてっていうところ、2日間も、イベント2日間終えてになってはい、2日間終えて、大丈夫です。のところね、はい、で昨日は昨日でゴキソさんお見えになってね。そうですね、ゴキソさんもね、数は言えないけどね、まあ、そんなにご制約をいただいてね。はい、ありがとうございます。いや本当に、はい、でしかもタイトルご利用されてる方がね、うん、そうですね、はい、チャレンジしていただいてるっていうところが非常に良かった。本当に嬉しかったです、うん、ですね、はい、はい。あと今回タイトルさんの、まあ、渋谷さんがこのコラボ先というかタイトルのブレンド、タイトルブレンドパンダコーヒー焙煎所さんはい、ちょっとここからもう一回やっちゃう。水飲んでなかったからさ。ごめんごめん。どこから行く？パンダコーヒーさん。パンダコーヒーさん、はい。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 どうぞ。はい、ですね。はい。と、この2日間ですね、パンダコーヒー焙煎所さんから、はい、はい、お豆提供していただいて、はい、タイレルブレンド、はい、2024。そうですね。ね、はい。はい。提供させていただきました。はい。はい、ちょっと軽くパンダコーヒーさんのご紹介を。いいです。香川県の綾川市、うん、綾川町。綾川町は、高松空港から、ちょっと、はい、西側になるでしたっけ？ちょっと、北西ぐらい。あ、そうか、高松空港から北西だ。あ、そうですね、はい。丸亀行く手前ぐらいですもんね。うん、そうですね。はい、はい、はい。にある、うん、まあ、焙煎所さんで、コーヒーお豆屋さん、データマコーヒー豆屋さんなんですけども、まあ、僕がいつも利用させていただいているというか、めちゃめちゃね、ハードリピートされてるという。いや、もうパンダ切れを起こすと僕はもう中毒症になってるぐらい愛飲しておりますね。ちょっと、はい、話だって2人で話してると長くなってるけどタイレルユーザーさん、店主さんがタイレルユーザーさんね。はい、なんか今日初エピソードを聞いて、渋谷さんが高校時代にコーヒー、そっち、はい、コーヒー屋さんにバイトに行かれていたと。はい、上島コーヒーの UCC、ね、上島コーヒーですね。上島コーヒーさんの、はいはい、だから入れ方をマスターして、はい、そうですね、高校生ながらコーヒー入れたんですよね。言っていいのかな、これ。どうなんだろう。はい、わかんないですけど。来られたなって聞きました。はい。はい、その時からハンドドリップやってたから、そうですね。コーヒーすごいこだわられてるっていう。こだわられてる。こだわられてる。まあ、はい、ね、楽しんでる。素人なりにね、楽しんでました。はい。で、パンダコーヒーさんは炭火焙煎されてるって。そうですね。焙煎も今普通は電気なんですか？はい、なんか電気とか、ガスとかで焙煎するのが主流で、はい、まあ、簡単ではないとは思うんですけれども、うん、まあ、割とこう設定温度とかで、はい、まあ、比較的同じ条件でこう毎回焙煎できるっていうようなマシンがね、はい、あるのがまあ普通らしいんですけども。で、パンダコーヒーさんの炭火が、はい、おじいさんからの代からの、はい、おじいさんの代から引き継いだ焙煎機を使って、はい、昔ながらのね、まあ、炭火で焙煎をするっていうものを使ってされてる。うん、ね、私も一回遊び行ったんですけども、はい、すごいね、はい、いい、あれなんて言うんだろうな、ご自宅の一角が、そうですね、ちっちゃいね、すごいね、箱になってますよね、はい、ちっちゃいログハウスになって、ログハウス、ログハウスがでも、はい、ログハウスになってて、はい、めちゃくちゃセンスいいっすよね、素敵な、はい、ね、はい、で、そうだから炭火もあって、桜のチップでやってるとか、うん、まあ、いろいろみたいですよね、そうそう、はい、だからすごい今回、キッチンのめぐちゃんも、コーヒーを出すときに、ちょっと最初苦戦して、はい、当店では元住吉のムイさんのコーヒー使わせていただいてるんですけれども、はい、でムイさんからも入れ方聞いてやってたら、ちょっとやっぱりいつもと感覚が違うからっていうね、うんうん、やっぱり、まあ、パンダさんね、炭火でやられてるっていうこともあって、すごいロースト感がある、そうだね、イブしっかり焙煎されてるコーヒーなんで、うん、まあ、なんて言うんでしょう、普通最近流行りのお豆の傾向とはちょっと違うというか、ね、はい、出すのはちょっとね、僕も
ちゃんと出さないと真摯に向き合う2週間に1回買いに行くから、ね、ちょっとなかなか忙しくて買いに行けないとパンダさんが心配になって、はい、パンダさんから声かかってくるって、まあ、渋谷さんそろそろお豆切れませんかみたいな大丈夫ですか、はい、そうでもそういうねハートフルな、はい、あのパンダコーヒーさんと、はい、タイレルさんとのスペシャルコラボ、そうですね、はい、今回はあのブラジルクイーンショコラっていうお豆がメインの、ブレンドコーヒーになってます。なるほどね、タイレルブレンド2024です。はい、ミドルさんでご購入まだいただけます。ギリギリまだもうちょっとだけ残ってるからね、はい、はい、気になる方はぜひ、はい、ぜひぜひください。はい、はい、あとビリーフキッチンでは、はい、今回それもうすぐ終わっちゃってパンダコーヒーさんとのコラボでご提供させていただいていたのと、はい、昨日お越しいただいたゴキソさんのね、そうですね、ゴキソホイールマイスターの西尾さん、女性のスタッフさんの、ま、マイフェイバリットを聞いていて、はい、はい、カイザー、小倉カイザーを作るという取り組みしてて、はい、そうですね、はい、あんこと生クリームと、そうですね、発酵バターだったっけ、発酵バターね、バンズの上に乗っけてね、食べるっていう、なんか声乗っていいからね、はあ、いいいいよ、なんか出しちゃいけないと思って全然いいんだけど、めちゃくちゃ美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかったですね。めちゃくちゃうまかったです。あのね、西尾さんめちゃめちゃ美味しかったです。昨日食べれなかったんですよそう、昨日3時ぐらいにもう完売しちゃって、西尾さん、まあ、ちょっと立て込んでたからね、西尾さんちょっとお昼ちょっとパクッとしてくださいって言ったのが4時ぐらいでしたかね。ね、それで西尾さんがてっきり小倉カイザー豆腐を食べると思って、私写真じゃちょっと西尾さん食べるときちょっと写真撮らせよって言ったら、普通のサンドイッチ食べてあれと思って、小倉カイザーは売り切れましたってマジかっていうね、昨日そういうのがあったんです。そういうくだりが、めぐちゃんがあんこを小豆から炊いていたので、いやもう美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかった、はい、だし、パンダさんともすごいあったから、うん、でこれそうですね、あんまりパンダさんと最高のコラボですよね。これあんまり言いすぎると、これ西尾さんはすげえ煽ってることになるからめちゃくちゃうまかったです。めちゃくちゃ、本当にうまいんだけど、あんまり言いすぎると、今度西尾さん、ごめんなさい、ね、お客さんからも非常に好評で、そうですね、次回はいつやってくれるの、はい、って、はい、めぐちゃんに聞くんだけど、めぐちゃんいつ次やるのかな、ゴキソさんが来てくれる時に作りますそう、だ次ゴキソさん来る時には今度オクラカイザートーストに西尾さん食べれるかなっていう、はい、裏テーマがあるかもしれない。ただ本当この2日間ね、おかげさまで、FCX のご縁がつながったお客様もいらっしゃいますし、はい、新モデル、この後話す新モデルでご縁つながった方もいらっしゃいますし、はいはい、プロダクトマネージャーがお越しいただいて直接生のねセッションができるという貴重な回でお楽しみいただいたお客さんが多かったので、本当にいい充実した2日間になりましたね。ありがとうございました。はい、でこの2日間あった中でちょっとトピック的に、まあ、お越しいただけなかった方もいらっしゃいますので、ちょっと注目の、ね、はい、トピックだけ軽くお話ししたい時間を、はいはい、動画の中でやりたいと思いますのでご協力ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ次、新色の話ですね。はい、はい、新色、今回匠瀬戸内ブルーという新カラーが出ました。はい、はい、今回は FCX の試乗車もお持ちいただいて、はい、今 FSX、FCX はレギュラーカラーの立ち位置になるのかな。そうですね、はい、ですね、はい、ちょっとだけ紹介したいので、はい、軽くちょっとここを動かしますけども、はい、じゃあ渋谷さん、はい、見せて、はい、今回お持ちいただきました FCX ですね。はい、ちょっとだけ後ろのブロックとかめちゃめちゃ被ってるかな色が被ってるわ。はい、じゃこのくらいがいいかな。はい、はい、じゃあ、はい、いいです。あ、やっぱりでもね、匠瀬戸内ブルー、はい、はい、新色の、いい色ですよね、うん、新色の新色の匠瀬戸内ブルーですが、はい、はい、やっぱり夜見るね雰囲気と、ね、またちょっと違いますよね。全然違いますね、はい、日中だと結構鮮やかなブルーなんですけれども、これね、動画だとね、映るのかな、色のねちょっとニュアンスが青から、めっちゃ青っぽいですねめっちゃ青っぽいよね、はい、本当はもうどうだろう、ちょっと緑っぽくね、光るというか影の部分が緑のトーンが
上がってくる感じになるんですけど、はい、この色、匠瀬戸内ブルーは、はい、瀬戸内海の海の色がモチーフなんですよね。そうですね、はいはい、タイレルの、まあ、タイレルから直近 の、 あの瀬戸内海を望む場所から見た時の海の色が、はい、カラーのテーマになってます、はいはい、で瀬戸内海は結構あの外洋あの太平洋とか の、ね、あの海の色に比べるとちょっとこう緑色が強いというかですね、まあ、荒れてる波がこうドブドブなってるような海じゃないので、うん、もう泣いてる日が多いわけですよ、うん、そうするとあのお天気のいい日は空の青色が海に映ってるんですよね。で、海水、海の色自体はちょっと緑が強い色なんですけれども、はい、なので空の青と海のその緑とか、まあ、海の青っていうんですかね、うん、がこうちょっとこうゆらゆらしてる時にこう混ざり合ったような感じで、はい、基本青なんですけれども、うん、やっぱりこう緑がこうぐっと見えたりとかニュアンス的に時があって、はい、でそのまあすごくすごく綺麗だなと思ってて、うん、まあ、それをこう再現したいっていうか、はい、でそれをまあ角引っ込んでいくよ。もう吉岡さんに最近もうなんか匠色あるあるになってきましたけど、まあ吉岡さんにですね、まあ無茶ぶりをさせてもらって、この海の色を、はい、こんな感じ。オーダーが、はい、ちょっとあの緑っぽい海の色にしてくださいみたいな感じで。でもね、本当に私も今回ディーラーミーティング2月にね、はいはい、お伺いした時にその話エピソードを伺って、はい、あの急遽あの、はい、小豆島行ったりとかする時に、はい、この色かな、ここっぽいなみたいな、はい、あのすごい撮ってきた経緯があったんですが、はいはい、タイレルがあの、はい、さぬき市っていう高松からちょっと東側にあるんですけれども、 そうですね、はい、そこから北上した大串半島から見る、そうですね、はい、あの、はい、色がね、はい、ここがイメージなんだよって、そうですね、はい、吉岡社長をお連れして、はい、この色を作ってくれって再現された色なんですよね。だからもしね、あの聖地巡りじゃないけど、はい、行く際には、はい、大串半島をまず1個確認してほしい。そうですね、レースが今ちょっとクローズしてるんだよね実は、はい、ちょっとあのその展望台周辺をですね、ちょっと回収後編をこう整理中で立ち入り禁止してまあまあそういう時もあるんだよね、はいはい、でもう一個、あの、はい、広瀬代表が、はい、あのそのさぬき出身、ご出身なんですけれども、ね、はい、あの高校自体が、うん、あの津田って言って津田の松原っていう、はい、あのタイレルの工場からさらに3キロぐらい東に行った海岸線沿いに、ね、あのご出身の高校があって、はい、当時陸上部でめちゃくちゃ野球部だった、野球部、はいはいはい、野球部中部は中学だった逆じゃないですか。野球部中学で陸上高校社長どっちやったっけ？分かんない。ちょっとあのタイレルの後で確認しておきます。サイレルヒストリー多分言ってるからはい、はい、確認しよう。確認しよう。はい。で、まあ運動部だったんですよ。運動部だ。で走ってた海の色にそっくりだねって。そっくりっていうか、まあ実際社長がその時に、うん、あの見てた海の色がまさにこういう感じっていうか、うん、まああの広瀬にも。どんな感じやった、ああでもね、こうでもね、とかって言ってあの聞いてて、まあ、僕もこうイメージを膨らませながら、はい、まあ、実際にね、あの津田の松原からもあの見た色、そうですね、それこそ大串半島の津田の松原にしても、そうですね、やっぱり、まあ、同じエリアの海なんで、そうです、はい、瀬戸内海の海の色っていうのをモチーフにした。感覚的にも今回、午前中見た時は非常にやっぱ青が映える。そうですね、色だし、はい、夕方の赤い光が入ってくると、うん、また品のいい熱ややかな感じっていうところ ね、はいはい、これはあの透明あのアーセットシルベルビーレッドは一番下ブリランテのピンク引いて、はい、あのスモークレッドじゃないですか、はいはい、そうですね、今回はレシピ的にあレシピは言っちゃいけないんだっけ、レシピはちょっと内緒、あ、わかりました、じゃあレシピやめましょうレシピやめよう、すいません、ごめんなさい、じゃあここオールカットですね瀬戸シルベのやつもそうだね、他のところで真似されちゃいかんもんねまあ真似できないんですけどね、あ、まあ、真似はできない、はい、フレーム的にね、はい、フレームの精度が非常にしっかりしてるので真似はできないけども、うん、でもやっぱ透過率というか光の入り方によって見え方がすごくね、そうです、うん、あのだからこの今見ていただいてる色で塗ってるわけじゃないんですよね、あ、そうですね、だからあの下に塗ってる色と、うん、上に塗ってる半透明のカラーの色が混ざり合って今見てる色に見えてるんですけれども、うん、あのだからその上に乗っかってる半透明の塗料を透過して奥に塗ってある色がどれだけ透けてるかで色の見え方が違うということなんで
ですけど、ね、でもそんな技術もそうだけど、はい、そこはやっぱ門脇さんの、ね、巧み、本当にまさに巧みです、ね、そうですね、もう僕は言いたいこと言ってるだけなんで、それをこうあの吉岡さんが一生懸命形にしてくださってるっていう、やっぱちょっと似てますもんね、私も結構、ね、めぐちゃんにオーダーするときに、ざっくりとしたオーダーをするから、だいぶ、ね、結構巻き込んでね、あのやってるけど、吉岡さんも吉岡さんに、だいぶ、まあ、無茶ぶりしてますね、はい、いい感じにしてっていう、はいはい、あのパンダさんから私、証言だったんですから、あのいい感じにコーヒーやってくれって、なかなか首を縦に振らないです。いい感じなんだけどな、って、斜めに首を振るという。すみません。吉岡さんは何回の受けたんですか？いや、もう、ぶっちゃけ言っていいのかな、1年ぐらいやって、で、 ね、でも、吉岡さん、無理だって言い出したんですよ。そうよ、おっしゃってましたね。で、もうね、お蔵入りになりそうになってたんです、実は。ですよね。はい、そこまで聞いてました。で、まあ、香川に来ていただく機会があって、もう、お連れしてですよ。で、この色なんだ、なんとかしてくれ、なんとかしてくれって言って、もう僕がもうブースかわからない、垂れるもんですから、やっぱ吉岡、もう、しょうがねえなと。じゃあ、もう一回やってやるわ、みたいな話になって、作っていただいたんですよね。はい、で、でも実際、現地行って、色のイメージをしっかり掴んでいただいたら、はい、まあ、2回目で OK が出たっていうか、もう一発目からまあほぼほぼ OK やったんですけど、ちょっとやっぱりまあ色のニュアンスというかトーンですよね、はい、トーンを調整させていただいて、はい、まあ、ここにたどり着いたっていう感じですよ ね、 できんじゃねえかおめえみたいな感じですけど、言い方ね、無茶ぶりからのもう二度と言いますよ、言い方だよね大事ありがとうございます、はい、すいません、はい、まあ、そんな感じと、はい、今回 FCX、はい、M サイズ持ってきていただいているんですけれども、はい、ちょっとビリーブにお貸しいただいていることになりましたので、はい、今、ね、うん、FSX を塗っていただくにしても FCX 塗っていただくにしても、はい、あのぜひ参考にしていただけると思いますので、はい、あの注目をして、はい、ご覧いただければと思います。そうですね、これはもうやっぱりあの映像とか画像ではなかなか伝わらないので、ぜひね現物見ていただいて、その色の移り変わりとかを、はい、まあ、ちょっと見ていただけたらなと思います。 OK です、はい、よろしくお願いします。 NEXT、 でもいいタイミング、5分だよ、5分5分、途中からだって巻き始めた途中巻き始めたからいい感じで俺持ってってるなと思ってるからいい感じです、いいテンポですよ、いいテンポだよ、今週もかなりこれ、各モデルの話、次新モデルだから各モデルから行って、次に FCX でコキソにつなげるので、はい、ネクスト新モデルですよね、え、新モデルなど、次新モデルだよ、各モデル、ね、いいテンポだと思うけどな、うん、いいテンポで、ちょっとあの覗き込む感じで、はい、あのスタート入り口するので、はい、俺足入ってるかどうかさ、ちょっとさ、足ね、あの膝下ぐらいまでつってる、あ、ほんと、うん、あんまりちょっとこっちだと品がなくなっちゃうかなあ、でもね、そんなにわかんない膝下、このちょっとテーブルの下からちょっと見えるぐらいなので、あ、そこまであんまりほら、ね、尻ポリポリしちゃうけどね、やめ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 、はい、じゃあ次配信してみて、はい、はい、はい、じゃあ次新モデルの話、はい、5月発売の LE と FCX のオプションですね、はい、はい、はい、よろしくお願いします。で、今回、はい、あの5月発売が SNS で発信されましたけれども、はい、あのビリーブでもね、はい、あのデビューというかあのお持ちいただいてご覧いただけることになりました、はい、FSX の LE です、はい、で FSX は FX の上位互換にあたるモデルなんですけれども、はいはい、今回ちょっとパーツの選定であったりとかで ね、 そうですね、ちょっと求めやすい価格帯になって非常にチャレンジがしやすい、はい、あのモデルになりました。そうですね、はい、ちょっと紹介したいな、はい、はい、ありがとうございます、一気に押します。はい、じゃあ FSX の LE です、はい、こちらです、はい、2色あるのかな、これが。そうですね、まあ、2色というかこの、イタリアンレッドと、イタリアンレッドと、はい、ダークグレーメタリック、ダークグレーメタリックの、はい、まあ、ほぼ黒に近いようなグレーですよね、はい、の、前後2色塗りと、それから後ろ側もこの前側と同じような、もう真っ赤っかの、はい、イタリアンレッド2色ですね、はい、でも限定ほんと数本ずつって感じですね、20本ないですもんね、20本ないですね、10本10本程度です、だから各5本前後だから、はい、で本当になんかあの早いもん勝ちぐらいな感じで、はい、はい、
で値段が31万9千円が税込みになります。税込みで31万9千円ですね。はい、FSX が39万9千円が、ね、105組ですから、はい、だからコスパはめっちゃ、まあ、相当コスパはいいものになります。はい、で、私もいつもお話をする FXα であったり FX はフロントフォークのブレード部分がカーボンで、はい、こっちコラムがアルミなんですけども、ねはい、FSX はフルカーボンですよね。まあ、はい、フルカーボンです。はい、まあフルカーボンというと、まあ、ここの部分だけはアルミなんですけれども、まあそこはね、でも他はもう全部フルカーボンです。このフレームの中にシャフトが通ってるんですけれども、はい そこもカーボンです、はい、でこのハンドルを掴んでるのがそのシャフトなんですけれどもシャフトもカーボンなもんですからこうちょっとこうしなるしなる感じがね乗り心地が本当にねそうですいいですよね、はい、でフルカーボンでここのベアリングが FX よりもワンサイズ大きい、うんスーパーオーバーサイズですね、はい、ですね1と4分の1インチなんですけれども、はい、ごつくてカーボンでしっかりしてるのにコラムもカーボンで乗り心地もいいっていうのが、うんまあ、FSX の走りの心臓部ですねこのヘッド周りが、はいはい、私も距離ですね10キロぐらい乗ると差が顕著に出てFX10 キロ走った後と、はい、FSX10 キロ走ったら全然違いますから、はいはい、で本当にいいモデルですねそうですねはい、まあ、やっぱり走りの部分を特に伸ばしてある FSX で、はい、FX よりも走りの部分をさらにこうパワーアップしたのが FSX なんですけれども、うんはい、普通ねスポーツモデルでスポーツ性に特化したっていったらこうなんか硬さが出たりとか乗りにくくなる初心者の方にはちょっと厳しいモデルなのかなというイメージ出ると思うんですけれども、うんはい、FSX の場合はほぼほぼ FX と変わらない乗り心地を保ちながら、まあ、さらにこうなんていうんですかね、コラムの吸収性がいいことで長距離乗っても疲れにくい、うん、そうですねというところが、まあ、一番メリットなのかなとは思います。そうですね、で、はい、軽いしね、そうですねやっぱりいいよね、はいでまあ、今回はそのいろんな装備ですよね。フレームは全く同じなんですけれども、はい、フレームに取り付ける、装備品だったりとか、まあ、フレームの塗装方法だったりとかっていうところを、まあもう少し入ってきていただきやすいチャレンジしていただきやすいところで設定することで、まあねまあ、高いコストパフォーマンスを実現してるっていう感じですね、うんはい、でフラットハンドルオンリーでティアグラですね、はいはい、今回はフラットハンドオンリーで、うん装備してるコンポーネントはシマノの、ティアグラですね 10速です、うん、4700で4700でもフロントダブルになってるし、はい、全然ありだよなってね、そうですね、はい、もうエントリーモデルではないですよね完璧に、うん、そうですね、はい、ただまあただっていうか本当に山の向こうまで行くようなサイクリングだったりとか、うん、100キロ超えるようなサイクリングでもこなせる性能はありますので、そうですね、まあこれを手に入れていただいてこういずれそういうことにチャレンジしてやるぞぐらいの、そうですね、はい、さらにだからドロップハンドルにステップアップしてもいいし、ね、コンポーネントもそうだしね、はい、だから本当拡張性もあって非常にパフォーマンスがあるなと、はい、そうですね、はい、どんな LE の1個だけ私聞きたかったのは LE って何の略ですかえ、ライトなエディションっていうか、ライトなエディションまんまだったリミテッドじゃない、あ、リミテッドじゃない、ライトなエディションですね、あ、よかったよかったで、なんかロッテリアとか、あ、そんなこと言うことはないから、なんでもない、LE ね、ライトなエディションの LE ですね。はい、ぜひ、はい、早い、もう本当早いもん勝ち。めちゃめちゃやんっていう話ですけど、もっとかっこいい名前の方がよかった。いや、意外とね、タイレルさん、もうちょっと完売しちゃいましたけど、イブ16であったりとか、16であったりとか、しれーっと出る商品ありますから、いや、本当にでも、早いもん勝ちというかね、チェックしたお客様が、ねはい、今日も1台ご提供いただきましたけども、ね、注目モデルですね。いや、本当にね、はい、数量限定、ぜひチェックしてください。アンド立ってるので、はい、はい、これ今回ちょっと注目の、はい、お待たせしております。はい、2022年にスタートしましたFCX のオプションです。はい、渋谷さん、はい、これね、ちょっと山越のプリットポイントが始まりますけれども、はい、ガチで待ってる方がいらっしゃるので、
はい、ちょっとね、丁寧にやりたいなとは思うんですが、はい、今回、はい、最終プロトタイプとして、そうですね、最終プロトです、はい、もうちょっとコスメチェンジはあると思ってください。はい、まあ、はい、ただから、ね、溶接しっぱなしだったりとかこういう感じになるだろうなというところと、ね、はい、私ディーラーミーティングで見た時よりもここがカーボンになってたりとか、はい、まあ、さらにちょっとブラッシュアップされてるなというところがありますが、はい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 、この辺説明させてもらっていいですか。あ、はい、どうぞどうぞ。ここ全部、例えばこれステンレスでできてるんですけれども、はい、このパニアのラックの部分ですよね、はい、ここを全部ステンレスで作ってしまうと、フォークに取り付けるもんですから、うん、フォークの補強みたいになっちゃうんですよね。硬くなっちゃうんだ。で、フォークが硬くなっちゃうんですよ、はい、で旅仕様でせっかく長い時間こう、うん、なんか荷物積んでいくぞってなってるのに、うん、硬くなっちゃって逆になんか乗り心地悪くなるみたいな、ちょっと僕的には許せなかったんですよ、うん、でこのフォークの柔軟性を損なわないように、はい、ここをカーボンにして、この部分がですね、楕円形の扁平なんですよ、はいはい、でこうスプリングみたいにこうカーボンが動くように工夫してあります、はい、でプラスこの部分がですね、まあ、ネジで止まってるように見えるんですけれども、こうくるくる回るような止め方なんですよ ね、 自由なんですね、はい、フリーフローティングのマウントになってます。でこのキャリアシステム自体がこうちょっとこうフォークに合わせてこうお辞儀するようになってるんですよね。なるほどなるほど。で僕が確認する限りではほぼ乗り心地はそのままを維持できてます。そうですね、私もちょっとテストで走らせていただきましたけど、昨日の朝、いや本当に全然違和感ないというかね、はいはい、フロントに結構重量物乗ってても、はい、安定感そこは直れないし、そうですね、それでいてしなりっていうのをしっかりと感じることができたのは、はい、私もディーラーミーティングで感じたものというよりも、やっぱりさらにパワーアップしてるなっていうのが、はい、さらに自然な感じになってます。すごい、はい、これだって思いながらね、はい、これフロントキャリアは、はい、ちょっと折りたたみもね、最終なんかちょっと見たいというところもありますが、なんだろうな、ディーラーミーティングでもちょっとネジの部分ちょっとアップデートしながらね、はい、やりたいなっていうところも伺ってはいたので、はいはい、ちょっとこれ交互期待で、そうですね、はい、ここ外して、まあ、向こうに付け替えて折りたたむっていうような形なんですけれども、はい、まあ、今山子さんちょっとお話されてましたけど、この重量物をどこに乗せるかですよね。ああ、これがちょっと2センチぐらいずれちゃうともう本当にハンドリングに大きく影響するんですよ。ああ、まあ、そうですね、うん、でまあドストライクのスイートスポットに乗るようにしてあります、うん、でまあこれ今サンプルでつけてるのはオールドリーブさんのバッグなんですけれども、はい、もうみんな大好き、まあ、QL2.1 に対応させるような形になってます、はい、でまあ、QL2.1 に対応してれば、まあ、他のバッグメーカーさん大体つくっていうことなんで、うん、そこはまあそういう形の、ものになってます。はい、了解です。これ私もディーラーミーティングでもここのステートもよく攻めたなっていうねこれはよく大変です。いや大変だけど、はい、でもちょっとこれももうハンドメイド、僕たちがハンドメイドしてますの でもう一個、フロントフォークを交換するかもっていう話をされてたじゃないですか、はい、はいはいはい、フェンダーはあれだけど、はいはい、フロントキャリアだけだったらノーマルのフォークで大丈夫です、はい、じゃあ交換とファーストロット、セカンドロットで話をされていた方も、はい、基本的にはそのままでいけるというイメージで大丈夫ですね、はいはいはい、ですのでキャリアを取り付けるための何かがついてないとキャリアはつかないということではなくて、はい、フロントキャリアはね、そうですね、キャリアシステムをご購入いただければ FCX をお乗りの方、すべての方にこのキャリアシステムは使っていただけます、はい、で、あともう一つ、そのカーボンのすごい、はい、フェンダーがね、実はついてるんですよ。はいはいはい、前後セットで、ちょっと後ろすいませんね、はい、ここもちょっとブラッシュアップされてディーラーミーティングで見たものよりもだいぶちょっとね、装いが変わっているなというところは、はい、見てはいるんですが、はいはい、これも、まあ、最終これで、あとは整えて、そうですね、ちょっとコスメチェンジをして、はいはい、そうですね、でいよいよっていう感じはありますけれども、はいはい、この辺とかすごいですよね、この辺とかマジすごいな、はいはい、まあ一応デリバリーというか、はい、まあ、ざっくりの概算でいいですけども、金額がフロントキャリアが、まあ、今年の秋ぐらいには、はい、お届けできるようなスケジュールで今動いてます。はい、わかりました。で、フェンダーがもう同じぐらい。同じぐらい。はい。プライスは、まあ、ざっくり、まあ、調整入るとは思うけど、プライスはざっくり。そうですね。まあ、よか。4万円台と8万円台。これ、フロントキャリアだけ、このパニアラックだけ、それからフロントキャリア&パニアラックということなんですけども、はい、この両側のセットで8万5千円
前後ですかね。前後で。はい。はい、で、まあ、4万円、4万3000円、4万2000円とか、それぐらいの感じになると思います。はい。で、はい、フェンダーも一応4万円ぐらいのイメージで、はい。はい、で、8月、9月ぐらいですかね。そうですね。はい。はい。OK。じゃあ、まあ、そこはね、交互期待という感じで、はい。はい、まあ、お越しいただいたお客様にちょっとサプライズでね、ご覧いただけるように、今日持ってきていただいたというね。はいはい、まず、私も写真撮らせていただいたので、また詳細入ったら、レポートしたいと思います。いいものが作れたと思いますので、まあ、はい、もう少しだけお時間いただいて。はい、OK です。はい、じゃあちょっと次のネタに行こうかな。はい。はい。OK。はい。はい、水飲んでる？飲みました。あー、やばいね。もう、ずっと喋ってるからね。もう、お年頃なんで、喉が。今回結構、二人そういう話してるよね。もう、次の世代に繋げないかな。もう、ジジイだからだって、なんか座り始めて、何言ってんのって。ねちょっと。やばすぎる。ねえ。ちょっと頑張んなきゃいけないね。頑張んなきゃいけない。まだまだ、まだ負けてられんからね。バカ野郎。バカ野郎。バカ誰に。で次の話です、はいはい、各モデルの話ですね、はいはい、今回はい、アンケート取りながら出場したリアクション見させていただいて、はい、本当に貴重な、ね、はい、お話たくさんいただきまして、はいはい、私もいい刺激になりました、はい、でちょっと2車種、はい、私が注目しているモデルを特に、まあ、意外なリアクションとまでは言わないけれども、うんうん、このモデルこういう風に見てくれてるんだなっていうところ2車種、まあ1個は FCX なんだけど、はい、FCX はちょっと1回置いといて、であともう1個ルックスなんですよ、はい、ルックス今回やっぱりね、そうですね、反応やっぱりいいんですよね、良かったですね、はいはい、でルックスに関しては私はやっぱりまあ、変な意味じゃないけど上級者向けのモデルだと私は思っていて、はいはいはい、価格が一番お求めやすいし何でもできるからこそ、うん、まあ、自由すぎる不自由というか何でもできますよって私もできる、うん、言うんだけど、うん、だお客さんとしても何やったらいいんですかとかなりかねえそうですよね。だってインチアップもできる、ね、サイズ、ね、太いタイヤも履けるドロップもできるキャリパー化もできる、うん、カスタム屋出身としては、はい、やっぱワクワクするんですよね、はいはいはい、わあこれどうしてくれよ、はい、みたいなね、はいはい、ね、ずっとキャリアもつけられちゃうし、はいはい、でもドロップもつけられるし、はい、ママチャリっぽくパテージもつけられちゃうみたいな、はい、どうしてやろうかなって思うんだけど、はいはい、意外とやっぱそこの感覚が、はい、ちょっと伝えきれないところが、ね、そうですね、あって、はい、でその中でこのイベントに突入して、うん、でいろんなモデル乗ってみてくださいって言った時に、うんうんうん、あいいね、はい、っていうお客様が、そうですね、ベース状態でも皆さんこうおいいねっていう声が非常に多かったですよね。そうですね、はい、やっぱり価格が16万5千円ですから、はい、私たちとしてもやっぱ10万円前後っていうところでご検討されているお客様が多い中、うんうん、やっぱちょっとチャレンジングな価格を見てくれる方もいらっしゃるし、ね、本当に頑張ってますからね値段的にはね、はい、いやそこは別に疑ってはいないんですけど血の涙を血の涙でリハバの話聞くとね、やめましょう電車屋さんがね、はいはい、あれだとね、置いといて、はい、まあでもそのルックスに関しては、はい、非常にやっぱりポジティブなお声が多くて、そうでした、そこはね私も注目はしていました。でそれこそね今後ディーラーミーティングの中でも話があったんですけども、そうですね、はい、キャンペーンというか、はい、ルックスのカスタムキャンペーンというかそういうのをね、はい、ちょっと今企画を海外でされてるというお話でしたので、はいはい、そうですね、そういうのもちゃんと見ながら私も楽しみにしてるんですよ私が表現したルックスってこうだよ ね、 そうですね、だからどんなアイデアでいじってくれるんやろうっていうのは僕自身もワクワクしてて、まあプロの方々というかショップのお店さんに、うんうんうん、いろんなショップさんの特色を生かしたこうカスタムのご提案というのを、ね、集めて、でそれを、まあ、ユーザーの皆さんにこんなカスタムあるよっていう、こういうパーツを使ったらこんな風になりますよとかっていうのをこうちょっと、まあ、参考事例みたいなものをこう集めて、まあでね、皆さんのアイデアのベースになるようなものになるなっていう風に考えて、自転車って面白いのが、はい、オートバイとか車と違って、はい、ガス系統、電気系統がないですから、うん、そうですね、自分でもね、はい、多少ちょっと手を加えてみようかなっていうぐらいもできるじゃないですか、はいはいはい、そうですね、で私もビリーも 100% じゃないから、はい、自転車を買う時ってやっぱ本当自転車屋さんとの相性って私は合うと思うんですけども、うんうん、だから自分がこういう風にやりたいんだよねっていうか、うんうんうん、
すごいスピード出したいんだよとかドリスアップしたいんだよっていうそのアイデアをやっぱお店の人と楽しんで、なんか自分だけの一台にね、そうですね、なるといいなとは思うから、なんかすんげえオフロード仕様になってたりとか、そうですよ ね、キャンピング仕様になったりとか、全然大丈夫、すんげえベーシーになったりとか、ドロップハンドル OK ですよね、面白いよね、まあ、あのなんならもうぶっといタイヤはめてドロップハンドルとか、ね、なんじゃこれっていうような自転車にジャンルがわからないみたいな感じになるでしょうけど、まあ自由ですからそれは。そうだから、あのタイレルの自転車って比較的あのある程度ね、あのクリアランスも結構出来上がってる、出来上がってるものが多いですよね、うん、だからこそそういうアイディアに、はい、あの溢れた一台になれるルックスっていう懐の広さというところがね、はい、すごくいいなと思う。ちょっとまあ今までタイレルになかった車体なので、うん、皆さん戸惑ってる方もいらっしゃると思うんですけど、だからこうちょっとね、またタイミングがあってご試乗いただける際にはあのぜひご試乗いただいて楽しんでほしいですよね。ね、まあ、まずあの肝心なのはやっぱりあのベース の、 そのフレームとかフォークのポテンシャルというか、そこはあのタイレルのフレームですので安心していただきたいし、あそうシールドベアリングが標準装備だから、あそうですよ、だからそうだちゃんと歌わないもんね、あすいません、当たり前だからなんだけどそうですね、だから足回りとフレーム周りを最初設定しなくてもうだからか整ってるわけだから、はい、だからもうベースはできた状態からスタートできる、そうですね、うん、そこはやっぱりね、はい、面白いなとは思いますね、はいはいはい、本当にそうです、はいはい、で、まあ、ルックスはぜひ注目してほしいんですけれども、あとは FCX ね、今回5ロットは5月の8日まででしたけども、はいはい、金浜でも今回も、ね、ご制約いただいたりとかしていますが、やっぱり一つの到達点というか、はい、あのメイドイン、まあ、現時点でのタイレルの、うん、目いっぱいというか、はい、行けるところまで行っているモデルですね。そうですね、はい、やっぱり、今回アンケートをいただいた方でもやっぱスコアが高いというか、うんうんうん、まあ、目の前に、ね、溶接されている方がいらっしゃるので、まあ下手なことを言えんっていう話は、まあ、それはそうだと思います。まあ分からんけどね、はい、ある程度、まあ、皆さん、ね、気は使っていただいてるだろうなと、 あって言われても困るからね言わないですよ食いつきかねないじゃんやべえやってるじゃんみたいなね、いや思いたいですんだけどね、はい、でも FCX と本当に、今回も PK1 乗っていただいたり CSI 乗っていただいたりとか、はい、FSX 乗ってもらって、はいろいろ乗った中で FCX 乗ったらやっぱり全然違うよね、うん、そうですね、まあ皆さんが皆さん、うん、FCX が一番というわけではないんですけども、それはね、その通りですね、ただまあ、はい、一目置いてくださるモデルとしてはやっぱり FCX は皆さん一目置いてくださるということで、そうですね、はい、よりやっぱりレーシーな C、まあ、CSI と PQ1 もかなりキャラクターが似て非なるところはあるから、はい、実際乗ってみていただくと、はい、もう羽の上にピューンって飛ぶ CSI と PQ1 のやっぱ質の良さ、はいはい、ね、あそこもそうだけれども、はい、やっぱり乗ってみて見える世界が、はい、まあ、タイルってカタログスペックじゃなかなか買えなくてやっぱ乗ってみてほしいっていうところは、乗っていただいてご体感いただきたい、ね、あの僕らのエモーショナル、エモーショナルもね、はい、FCX 乗ってるお客様が、はい、今回あのちょっとねビリーブことで恐縮なんですけど、ビリーブのお客様がつくば8台出られたりとかしてて、あのいろいろチャレンジしてる中、はいはい、あのその方は別の自転車乗ってて FCX がねやたら速いから、うん、今回ご試乗される時にね、うん、FCX 乗ったらあのこれは速いわけだよみたいな乗り心地もいいじゃんって言ってたのがすごく私も印象的だったし、あの昨日までいらっしゃったゴキソさんとのね、まあ、相性の良さっていうところもそうですね、まあ、本当にそうだと思います、うん、あの渋谷さんもねすごいそのゴキソさんとのその相性の良さをあの、まあ、実感というか体感されているからこそ、うん、はい、FCX でゴキソっていうのは、はい、もう本当一つの到達点というか、そうですね、もう今、うん、多分まあなんか言い過ぎかもしれないですけど、小計でいける目いっぱいぐらいの感じで僕は思ってますけれどもね。そうですね、はい、もちろん私たちは競技をメインでやるわけではないですから、はい、普段目いっぱいというのはまあちょっとそのスピードとかではなくて、ね、もちろんで競技というわけではなくて普段使いであったり、はい、距離を楽しんだりとかする中での、まあ、質の良さ、はい、まあ、そうですね、質の良さっていうのはもちろんなんだろうな、あの体力的にも疲れにくくて、うん、スピードも楽しめて、うんうん、ハンドリングもコーナリングも楽しめてっていう、そうですね、まあ、総合力ですよね、はい、そうですね、はい、だからそこは私も、はい、まあ、今回あのさっきのボキソさんがご制約決まった話もそうですけども、今回ボキソさんが昨日お越しいただいてる時に私はすごくキャッチーというかね、一番印象的だったのが FCX を普段乗られてるお客様が、はい、ユウさんの話ねあのちょっとボキソさんボキソのホイールをみんながつけてて、はい、いいねいいねっていうか、はい、じゃあ僕も試してみたいって言って試したら買いますこれだって、
あ、でも GG、でも分かりやすいですよね。で、はい、あのお客様もやっぱり普段、うん、あの距離も楽しまれるし、うんうん、あの先日あの修善寺行ったりとか、うん、あの天城越えとかやってるとかそうですよね。だから上りも下りも普段平地も走られて、うん、通勤とかでも自転車あの乗られてるお客様なので、はい、走りの質っていうのはちゃんと分かっているお客様が、はい、やっぱそこに対して注目をしてくれるっていうのもそうですし、うんうんうん、まあやっぱりあのあれがまあ確かに高額なものではあるんですけれども、でもこれが買えるっていうのがもう幸せですよねっていう感じなんですよ、うん、僕からしたらですけれども、うん、あのもう正直 FCX のいいところを何もスポイルすることなく、うん、その走りの質を1ランクも2ランクも上げてくれるパーツも、うん、あのでしかも、走りも軽くて、っていうようなところでね、あのここ話長くならないちょっとキュッとって私したいんだけど、はい、あのちょっとねあの渋谷さんとお話をする過程の中で、はい、渋谷さんもともとオートバイのレースの、ご経験もかじってただけですけど、ね、かじってるっていうのでね、はい、選手としてやられてたんだけども、はい、オートバイで速く走るためには市販されているパーツはもう全て手に入れてて当たり前がベース、はい、そこをいかにチューアップしながら、はい、チューナップしながら、はい、あの他の選手との差別化を図れるかどうかっていうところが、はい、やっぱり当然腕の差はあるんですけれども、うん、でもマシンもそういう努力をしないと、まあ、スタートラインに並んだ時点でもう勝ててないっていうのはもう競争できる状態ではないっていうですよね。うん、で、はい、自転車においても自転車なんてそれこそ自分たちがこうエンジンですから、はいはい、やっぱりパーツの差っていうのは如実に顕著になるわけじゃないですか。そうですね。はいはい、で初めてご基礎と出会った時にね、はい、これええのって思った。いや僕はもうあの、まあ、このパーツが買えるっていう時点でね普通にですよ手に入れられる、うん、いやこれ多分選手の人が使った時に、まあ、ドーピングみたいなもんやって僕は思いましたから、うん、あの使っちゃいけないパーツになるんじゃないかなって思ったぐらい良かったです。でも全然走りの質も変わるし、まあ、スピードも、ね、はい、全然変わるしっていう、はい、であの、まあ、特に競技者の方だったらお話理解していただけると思うんですけど、うん、乗りやすさとか乗りやすさとか乗り心地以外とかそんな関係ないんですよね、うん、速く走れたらそれでいいんですよ、まあそうですね、あのライバルよりも一歩でも速く走れればもうそれはもう正義なんですよね、うん、レースの世界では。でそれが変えるんですよ、うん、確実に間違いなく速くなるパーツが変えるんです。確かに自分がチューンアップして、はい、こうかなああかなじゃなくて、はい、間違いないものが変えるっていうことね、はい、でしかもその効果がもう半端ないんですよ ねその平均時速が1キロも2キロもへっちゃらで上がってるしまうようなパーツが数十万で手に入るってなんじゃこりゃっていう感じだったんですけどね、僕としたら。どうしてもタイトルもそうだし、ご基礎もそうだし、はい、カタログスペックでの比較になっちゃうから、はい、じゃあ某有名選手が使っているから、はい、M さんのホイールがいいとか、うんうん、やっぱそういう話になるじゃないですか、うんうん、いや、ご基礎重いじゃんとかって言うけど、はい、やっぱりだから、あのそういう、まあ、そういう人はかわいそうですよ ね, なんかなんか次元使ってみてほしい。でだからやっぱ価格もそうだし、やっぱどこかあのネガティブなポイントを抽出してチャレンジ、はい、しない理由を作ってるような人が私もちょっと現場で見てて、はいはい、だから残念だなってすごく思うんですけども、そうですね、まあビリーブはあの基本的に451のホイール、5基礎のホイールとブロンプトのホイールはあのお試しできるような設定をしてるんですけれども、5基礎は本当に世界が変わるの で、うん、だからあんまりその持ち上げすぎても気持ち悪いかもしれないけどでもだってうちのねパティシエのめぐちゃんが普段東京から10キロ前後通ってるねめぐちゃんなんですよ。私がいろんなパーツをテストしてちょっと楕円のチェーンリングつけてみなよとかで、まあ、メーカーから提供されて試作品のケーブルちょっとつけてみなとかって言ってもいまいち首を、ね、縦に振らなかっためぐちゃんが5基礎だけは違う外さないでくれってそう、やっぱりそこの性能差って日々の通勤でも生きるし、ね、今だってオーダー中ですからねすごいオーダーね、そうはい声が出ないいやでも本当そのくらいすごいんだけど、はい、やっぱりちょっとなんかあの
まあ、ある、まあ、でもこれは言うと特定されちゃうからやめよう。じゃあもうなんかね、ゴキソーさんのやっぱりその取り組み、先日あのファクトリーツアーも私伺って、あの香川にも行くし、蟹江町ね、愛知の蟹江町にも行くけれども、やっぱそこで取り組んでいる、まあ、パッションのある人たちがいるから、ぜひまた注目してほしいし、そうですね、で今回のその新モデル、まあ、各モデルもそうですけれども、当店であの先ほどちょっとお話した FCX の匠瀬戸内ブルーミディアムをお借りできることになりましたので、あのうちの置かせていただいている瀬戸周辺で B レッドにはもう5基礎ずっと履きっぱなしにしようと、まあ、それはそれでまたちょっと、ね、世界観見てもらえると、はい、夢の一台です、夢の一台通れ欲しいそれで完結みたいなね、はい、本当そうです、はい、まあ、ちょっとそんな感じでビリームもあのお試しできる環境っていうのを整えておりまして、ちょっと裏に見えるここって実は全部ビリームさん試乗車なんですよ。あの私ね、これまた喧嘩売ってない喧嘩売ってないけど、私の取り組みとしてもちょっと、まあ、いろいろご経験、まあ、経験させていただいて、はい、まあ、いろんなブランドも取り扱いをさせていただいたという、まあ、経緯があるんですけれども、タイレルはね、あの1モデル乗っても語れない、うん、だから FX だけ置いてあって、はいはい、これがタイレルですって、タイレルの良さ何も分かってないみたいなだからこれ難しいんですよ。それはお客様もなかなかご理解難しいし、まあね、販売店さんもなかなかご理解難しいと思うけど、やっぱりイブでもルックスでも SRV でも FXα でも FSX でも FCX でも全然違うんだもん一台一台が全然違うんだもん。そうだねだからあの今の話って山越はこう思うとか、はい、渋谷さんはこう思うね、俺は FCX 最強やと思っても、うんっていう人もいていいと思うんですよ、はい、そうです ね、だからそれはこの人たちの物差しとやっぱり違うと思うから、うん、あんまり私は頭でっかちになってほしくないと思っていて、うんうん、最終的には試乗して自分の肌に合う一台に出会えればいいなって思えるから、うんうんね、私たちビリーブとしてはまず試乗してほしいと、買うことがゴールじゃなくて、買ってからそれがちゃんと使えるかどうかの方が私は大事だと思っているから、はいはい、まあ、折りたたみってしやすいのかなとか、走りの質って自分のね、あの求めてるところに近いのかなっていうところをあのぜひ見ていただきたいですね。はい、で、あの申し上げた通り、もう全車種乗れますから、まあ、PKR もね、タイレル語るなら PKR 乗ってほしいよね。はい、ね、CSI、いいとか悪いとかじゃないですよ。PK1 もやっぱりあのちょっと僕には肌が合わないなって人も実際にいらっしゃいます。はい、それでもいいと思う、はい、うんうん。ちょっとまたこの話はちょっとやめよう。そう、まあ、でもそう、FSX にしても FXα にしても、はい、もちろん予算も大事、絶対予算も大事だから、私はエントリーの SRV も実はすごい好きなんですよ。CSI のメインフレームとね、FX のフレームのまたそうです、ね、でミックスなんだけど、はいはいはい、これ10万円台で、はい、だって7キロ台でしょ、はい、そうですね、で 8.3 か、はい、ただパーツ変えれば7キロ台でいける、だからこれも高松にあのリンクをして持ってったっていうのもあるし、いいものでほんといっぱいあるんですね。そうですね、SRV はもうほんと、まあ仕様によっては、うん、っていうかゼロから開発したとしたらもう20万円後半は間違いなくいくもんね。ですから、こういう感じのね、すごいいい自転車たちがあるので、はい、そうですね、あ、今日イブもね、やっぱイブやっぱりいいねってお客さんいたね。はい、いっぱいいてました。嬉しいです。ね、全然違うね、まあ。ちょっと営業トークになります。あ、やっぱりあのタイレルってあのエモーショナルな体験ができるっていうところがね、僕らのお約束になってますから、はい、あの一台一台そのすごく個性が光るっていうか、エモポイントが必ずあるんですよ、うん、でご試乗の時にその、まあ、エモポイントを見つけていただいて、エモポイント、はい、今日初めて聞いたエモポイントね、はい、エモポイント、高校生のコーヒーの話とエモポイントを今日覚えました、はい、あの最近よく言う若い子が使ってるエモイとはちょっとあの違うんですけれども、ね、はい、僕たちが定義してるエモーショナルっていうのはちょっと違うんですけれども、まあ、あの一台一台その個性が光るモデルばっかりなん で、やっぱり体感していただきたいですね、うん、はい、はい、そんなパッション全開な渋谷さんに会いたいですよね、ねタイレルスタッフ、はい、どこで、はい、これは僕だけじゃないですよね、はい、そうですね、はいはい、タイレルは香川県の讃岐市に工場がありますが、あの
ちょっとこれ、ね、小ネタじゃないけどね、はい、あのもちろん仕事されてますけど一生懸命あのこうやってあのイベントとかでお越しいただける機会っていうのが定期的にありますので、ぜひお会いしたらお声かけてほしいなと思います。渋谷さんも本当人間味あふれて私は大好きだし、広瀬さんもねあの大好きだし、まあ、いっぱい鎌倉さんにしたって野木さんにしたって、ねはいはいね、あの若手の大川さんにしたって、よっさんもよっさんのうどんの話もしたいし、ね、うどんのねだから三河さんにしたってそうだし、もうみんなにやっぱいいわけじゃん、はいはいはい、で一番は私同い年の加藤君もそうだけど、妖精さんの加藤さんもそうだけど、やっぱ一人一人がすごくその思いあるパッションあるあの方々ですので、ぜひやっぱこうやってあのお話をしてほしいなと思いますが、はい、今ファクトリーんファクペリファクトリーエクスペリエンス、はい、お言えたやられてますよね。体験デイですね。体験デイですね、はいはい、各月1回2回とかで、まあ、だいたい各月じゃない、あの毎月1回やろうということなんですけれど、今開放日かな、まあはい、4月はあのタイレルフェスっていうのが、ねあうね、ありましたので、はいまあ、ちょっとここはお休みさせていただいて、うん、で今度はまあ6月の1日に、はい、あのファクトリーエクスペリエンスやらせていただきます、はい、これはもう即売会もやるのかな、あ、まあ、試乗ができて、そうですね、あのタイレルのファクトリーにあるあの試乗車には全部ご試乗いただけますし、あとまあちょっと訳ありヒントと言いますか、 あまりここではあんまり言えないようなものが、あ、まああの秘密のお道具箱みたいな、はいはいはい、そうです、あのそういうものがこうちょっとお買い得商品があるかもしれません。あとそこでしか買えないなんか逆にあのノベルティとかもあるんですか。ある時もある。ある時もある。ある時もあるし、あとなんかゲストが来てたりとかもある時もある。はい、そうですね。次回誰が来るんでしたっけ？6月1日？ええ？なんか誰か来るって言ってませんでしたっけ？あのお店屋さんが来るの？なんか出店するの？ああ、それはあの今度は讃岐市と東かがわ市っていうまあタイレルのある地域の、はい、あの。同業といいますかですね、製造業をされている方々の現場をですね、はい、あの一般の方々に公開しよう、あその製造現場をあの観光資源の一つとしてあの活用しようというような取り組みがあるんですよ。なるほどね、でクラッソっていうんですけれども、はいまあ、そのイベントの一環でファクトリーエクスペリエンスをぶつけて、あその日は、まあはい、あのご予約なしで工場を見ていただけます。あそうなんですね、はいでまああのタイレルフェスの時ほどではないんですけれども、まあ、さらっと工場のその奥あの、うん現場をですね、まあ、見ていただいてあのどんなことをやってるのかっていうのを、まあ、軽く見ていただけるような機会を設けてます、ね、4月に行われた、ねはい、タイレルフェスティバルも私今年ちょっと行けなかったけど去年行ってすごい楽しくて、全ての自転車はこの工場から出荷されていますし、 FCX は渋谷さんがつなぎきて溶接やったりとかやってますから、はいね、やっぱり里帰りじゃないけどみんな行きたいじゃないですか。そうですね、でその時はファクペリをね、はい、そうですね、まあ、なかなかフェスは年に1回ですから、そうですね、フェスティバルとかファクペリの会をうまく使って、はい、そうですね、里帰りでね来ていただければ嬉しいです。でお話聞きながら近くのおうどん屋さんだったらどこがいいのかなってね、はい、そうですね、どこがいいですか、はい、それあのやっぱりたまりさんじゃないですかたまりさんは本当にいいお店ですよね、はい、私だとめっちゃ行きます、ね、なんか仕込みみたいになってますけど、ね、そんなことないですよ。あとね、やっぱ山田屋さんだったりとかね、はい、山田屋さん、すいません名前出しちゃってもうあのなんでうちは紹介してくれないんだろう、よくないよくない、あそうですね、そう、はい、あでも結構あれどこだっけあそこのさあのいや栗林公園の前、あや上原屋さん、あ上原屋さんめっちゃ良かったか、あんまり具体的なこれもうモホモホしちゃうモホモホしちゃう、あと源内さんはぜひ行ってほしいですね、あ社長のねあの大好きな、ね、そうそうそう、市の近くの源内さんは、はい、あの広瀬代表がもう小学校の頃から行ってるっていう、はい、今手打ちのそばもやっぱなかなかみんな機械式になっていて、あそこでぐらいしかないんじゃないかなぐらいね、いそれは違います、あとこれ余計なこと言うとやっぱり、はいはい、こういうことあの香川と破りに行ってるよくないよくない、まあちょっと話がぶっ飛んだけど、はいはい、パクペリの機会に、はい、やっぱみんなに会って
はい、そうですね、まあ、地域の、ね、観光情報を、ね、香川県も観光していただければ嬉しいなっていう感じです、ね、あの、はい、オフィシャルの動画に上がっているうどんツアーのよっさんは香川大好きだから、はい、今コスモス咲いてるよとか今麦が綺麗だよとかね、よっさんめっちゃくれるね、はいはいはい、あとあのキャッチボールしたい人はキャッチボールしていただいて、はいはい、もう雑多になるから、はい、で、あと緑のあぐみのね、あぐみの AACR 緑も、はいはい、渋谷さん出店されることになりましたので、そうです、はい、タイレルが出店しますので、はい、その時もご試乗もいただけますし、そうですね、でセンチュリーライドにご参加じゃない方もですね、うん、受付会場、名前が出てこない、後で注釈入れます、後で注釈入れます、すいませんそこに来ていただいて、爆弾なるな会場をね、楽しんでいただくことができますので、あれ前日土曜日受付で日曜日の方も、はい、そうです、なので、はい、23日の、だから22日の土曜日だけです、ね、で23日はもうロングライドのイベントなので、あと走るんですよね、え、走んないの、いや、走ります、走りますよね、なんでそこにおるんですか、なんでそこにおるの、いや、バトにされたら怖いなとか思って160? いや、120キロ、はい、お手柔らかにでもだから すごいエイドがいいって言ってね、はい、伝説の、はい、ネギ味噌おにぎり、あ、知ってる、うまいっす、ね、はい、伝説の、伝説のって、はい、エイドがものすごく充実してて、はい、充実しててうまいもん食い放題、ね、だから緑の、A、まあ、ACR で桜も緑もそうだけど、そうです、ね、めちゃくちゃ人気のイベントで、はい、うちが宮古島毎年ねお客様を連れしてオーナーズクラブっていうので行ってるんですけれども、その時がちょうど予約開始だったんですよ、はい、2日目、あ、2泊3日の2日目、みんなエントリー間に合うかなみたいな、でも本当そんな感じのイベントらしいから、で今回だから人気すぎて追加枠ができたのか、ね、はい、ちょっとやってましたからね、はい、そうですね、で、まあ、チェックしてみていただけるといいなと思います、はい、そうですね、はい、今タイレルブースも、あ、タイレルブース、はい、タイレル持って、はい、タイレル持ってなくても、ね、ブロックでも、はい、パニーでも、はい、全然 OK だからね、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。で、緑の AACR もすごい注目なんですけれども、はい、定期的にこうやってね、BELIEVEでも渋谷さんお越しいただけるので、はい、はいはい、またね、はい、次回、BELIEVEで渋谷さんと握手みたいなね、飲んでいいじゃん、いやいや、いいんですけど、ね、俺でいいのかなみたいな。で、今回もなんで、広瀬さんもね、またお越しいただけるといいし、はい、そうですね、はい、また楽しい会やりたいですね。ぜひぜひ、本当にありがとうございます。はいですね、はい、あとちょっと話ついでじゃないですよ、ついでじゃないですけど、はい、でもご基礎さんこうやってご基礎さんがね今回1日だったのではい、じゃあご基礎さんも本当に大好きだからな、はい、ご縁がありますね、ご縁、ね、ご縁がありますね、ご縁があります、はい、そんな感じで、はい、はい、なんか最後しりつぼみにしたくないんで、はい、なんかちょっとトピック的なのをめぐちゃんちょっと、え、次はめちゃくちゃ振りたくて、次は渋谷さんいつ来てくれるんですか？おっといいともーみたいな、いや来ますよ、それは来ます来ます、いつ、いつ、いつ、ね、またね、なんか高松行ってね、なんか遊びたいね、そうですね、ね、なんかちょっとね、まあ、FCX のユーザーさんとかタイレルのユーザーさんとかなんか縛ってね、なんかね、ちょっとセッションできるミーティング的なことができたら楽しいかなとか、ね、まあ、だからちょっとマンパワーというか、ちょっとね、製造が落ち着いたタイミングで、はい、はい、ですね。で、今本当に、あ、これも別に営業的な話じゃないけど、はい、水谷知事さんの販売の宣言があって、はいはいはい、私はいい意味で、その目に触れる機会が増えると思うんですよ。で、お近くの、ね、販売店さんとかでも、タイレル の, 目に触れる機会が増えたときに、うん、やっぱり最終的には、ね、香川、高松で、さぬきでやってるチャレンジしてる男たちがいるんだぞっていうところはね、うんうんうん、思ってほしいし、はいはいはい、この世界楽しんでほしいと思うね。そうですね。まあ、なんかこう、心配されるお声もあるんですけれども、絶対そんなことにはなりませんので。いや、製造集中してもらわなきゃ困るから、溶接してもらったって、もう、浦安来てていいのかなって思うぐらいちょっと心配になるからね、はい、寝てるみたいないや本当に、はい、あ、だってもうだからね、工場のね厚さがね、もう工場が過酷すぎると
あのオートクレーブって言ってカーボン焼くあの機械が窯がね、窯がね、130度とか、はいはいはい、でもう触れないぐらいの作られる直射日光の、はい、あの工場で今日あのタイレルのねあの外板がねあの鉄板なわけですよ。そうですね。でこういい感じに温まったやつがこう遠赤効果で遠赤外線効果で目つぶってぐるぐる回されてもああの鉄板はこっちにぐらいこう熱線がゴホンくるっていうね。お肉が美味しく焼けるね。いや本当にそんな感じ。本当にそうですね。いやでも本当にそういうねあの現場でやられてるからこそ冬は寒くて夏は暑いっていう。だからタイレル の, あのインスタのストーリーとかで去年47度とかなってて、やばいジミヤさんが冷やがっちゃう。やらせじゃないですからね。まあまあ SNS 各ね SNS もぜひフォローしていただいて。はい、あの楽しみいただければと思います。はい、じゃあもう締めようかな。はい、はい、今回はプロダクトマネージャーの渋谷さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。まあ、引き続きね、あの楽しい時間を過ごしたいと思いますので、はい、タイレルぜひご引きによろしくお願いいたします。タイレルよろしくお願いします。はい、じゃあまたビリーブのレース、レースのビリーブ山越でした。ビリーブのレース。渋谷です。渋谷です。山越でーす。はい、ありがとうございます。またー。ゆるい。オッケー。何枚しなくてよかったね。ズレズレになっちゃう。オッケー、ほらい。ご飯行こう。